ドン・リックルズはアメリカ合衆国のコメディアン、俳優。1929年にニューヨーク市クイーンズ区に生まれる。ユダヤ系の家系で、父親はロシア生まれの保険屋だった。高校卒業後はアメリカ軍へ従軍し、第二次世界大戦へも出兵。兵役を終えた後はアメリカンアカデミー・オブ・ドラマティック・アーツで演劇を学び、テレビの配役などで出演するようになる。 しかし、役者としての目がなかなか出なかったため、スタンダップコメディアンとして活動を始めると、皮肉とユーモアを効かせた芸風で徐々にその才能を発揮し始め人気を博した。とあるナイトクラブにおいて、フランクシナトラと出会ったことで、リックルズの評判も広がり、1958年に、クラーク・ゲーブル、バートラン・カスター出演の深く静かに先行せよで、映画デビュー。 そのうちテレビのシットコムへも出演するようになって、着々とキャリアを築き上げた。トークショーなどにもたびたびゲスト出演し、観客を笑わせて、人気コメディアンとしての地位を確立させる。1990年代以降では、トム・ハンクス、ティム・アレンが声の出演をした、ピクサー制作のアニメーション、トイ・ストーリーシリーズにおける、ジャガイモに手と足が吐いた、ミスター・ポテトヘッドの声でも知られている。 ありがとうございます。